時にですね、靖国参拝について尋ねられて、第一次安倍政権の任期中に靖国神社に参拝できなかったことは、痛恨の極みだと、このように申し上げて、います。また、先の衆議院選挙の時にもですね、テレビ討論等で聞かれてそう答えているわけでありまして、他方、残念ながら総理大臣の靖国参拝自体が外交問題、そして、政治問題化しているのも事実でありまして、そこで、安倍政権が発足して、1年目が経つ、今日、この安倍政権の1年間の歩みを、そして、これからですね、安倍政権としてしっかりと二度と、戦火に苦しむ人々が出ない、そういう世の中を作っていくという、決意をご英霊に伝えたいと、このように、思いました。日本のために、尊い命を犠牲にされたご英霊に尊崇の念を表し、そして、御霊安らかになれとですね、ご冥福を、お祈りをいたしました。同時にですね、今回、靖国神社の敷地内にあります、境内にありますですね、鎮霊社というお社がありますが、ここはですね、靖国神社に、祀られていない、全ての戦場で亡くなった方々、これは日本人だけではないんですね、外国人も含めてなんですが、の慰霊のためのお社でありますが、そこにも参拝をいたしまして、手を合わせて、参りました。二度と再び、戦争の惨禍によって人々が苦しむ時代を作らないと、そういうことがない時代を作っていくという決意を込めて不戦の誓いをいたしました。中国、韓国などは早速こう批判をする、そのような、メッセージを届けてもう来ていますけれども、なかなかこの周辺国、そして、アメリカにもですね、この靖国神社とはこういうものだというのをしっかりと伝える、むしろそのきっかけになればいいですね。そうですね。先輩を崇拝、先般を崇拝するためにですね、参拝をするとしているんだというですね、誤解に基づいた、批判が あります。しかし、私はですね、元より、韓国や中国の人々の気持ちを傷つけようという考えは毛頭ありません。それは今まで、靖国神社を参拝された歴代の首相と全く、同じなんですね。母を残し、愛する妻や子を残し、戦場に散った英霊のために、そのご冥福をお祈りをし、リーダーとして手を合わせる、これは国際社会共通のリーダーの私は姿勢ではないかと思うんですね。それ以外は全くないということをこれから、説明していきたいと、その努力を重ねていきたいと思いますし、日本は戦後ずっとですね、自由と民主主義を守り、平和国家としての歩みを進めてきました。この基本的姿勢を貫いていくということについてはですね、一点の曇りもないわけでありまして、これからも謙虚に、そして礼儀正しく誠意を持って説明し、そして対話を求めていきたいと思います。考えてみれば、先の戦争は日米の対決であったわけで、アメリカに対してのこの丁寧な説明ということも必要だというふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか。さまざまな誤解があるのも事実でありますので、特にですね、近年その誤解がだいぶ増幅をされてきました。ですから、むしろこの機にですね、しっかりと説明していく、黙ってそれをやり過ごすのではなくて、しっかりと説明していくことによって、誤解を解いていきたいと思います。最近は
官邸のホームページでも、我が国の考え方ということをビデオなども使ってですね、非常に多くの言語でもって伝えるなどということで大変努力しておられるし、まあ、考えてみれば日本国内でああだこうだだけではなくてですね、いかに外に考え方をこう知らしめていくかということこそ日本にとって必要であり、また今回の参拝もですね、それをきっかけに多くの情報を我々伝えていくというそういう使命を帯びているんだなということを改めて感じました、はい、今回もですね、総理大臣としてこの参拝に、当たっての談話を発表いたしましたが、英語でもこの談話を、まあ、作りまして、海外にしっかりと発信をしていきたいなと、思います。ありがとうございます。さて、今日はですね、ゆく年来る年としてまず2013年平成25年を安倍総理とともに振り返っていきたいと、言ってみれば今日がですね、安倍政権として今日から2年目に入るわけでして、そうですね。はい。まずは1年目のお